どうもシャーネルでーす。はい、J2 リーグ第26節ザースパーク佐々木マダイバンフォーレ甲子園の、試合のレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。まあ、大宮戦の試合も良かったですけど、まあそれ以上に良かった甲子園の試合がここにあって出てきましたね。はい、まあ守備攻撃ともに光ったいいゲームだったかなと思います。はい、そんな試合のレビューっぽいやつでやっていきたいと思います。よし。はい。ということで、まあ、甲府は7連戦だったのかな、天皇杯も含めて。それの最後というところで、まあ、疲労感もちょっとありながらも、まあ、こっちの完勝っていう感じだったかなと思います。まあ、対してこっちは、酒井さんも、の畑さんも、岡本さんもいない中で、ちょっとどんな組み合わせで来るかなと思ったら、ユリアをセンターバックに置いて、アマをボランチにまた戻したっていうところのフォーメーションでしたね。はい。まあまあまあ序列がどう変わってくるかちょっと楽しみな試合の結果的にもあったかなと思います。はい、ってことでまあ、スタッツですね。はい、22本の打って16本、それでシュート得点ゼロ、ちょっと甲府としては辛いところの内容かなと思います。はい。まあ全体的にまあ甲府がボール握ってて、だよねって感じで、まあ前半の本当に立ち上がりはこっちが握ってた中で、まあその流れで、1点目が天のミドルシュートっていうところで、まあいいコース、いい場所に飛んでくれたかなって感じでしたね。はい。まあそれこそこから甲府がボールを握ったっていう感じでしたね。はい。それこそ宇高に対してのいいスルーパスかな、あれは。スルーパスっていいのかな、言葉的には。もあったし。まああれはちょっと、あれ決まってるとまたちょっと違った流れかなと思ったけど、まあちょっと不運だったかなって感じですね。はい。決めてほしいところではあるんだけど、まあちょっと仕方ないところもあるかなって感じです。はい。まあその中で試合がちょっと進んでいく中で、前半じゃねえ、後半の、試合時間60分ぐらい、後半の15分ぐらいに、佐藤亮が自ら切り込んでいって、風間に落として、風間のシュートがキーパー弾いて、まあ最初は甲府の選手が取ったんですけど、ちょっとその辺の噛み合いがなくて、こっちにボールが渡って、まあ、再び佐藤亮が左足振り抜いて、これもまたいいコースに飛んでくれたっていう感じでしたね。はい。よかったです。佐藤、久しぶりのゴールだったかなって感じです。はい。で、3点目は本当に試合終了、ブザービーターみたいなもんですかね。まあ、長倉が、自分でつくしからのボールを、平松に落として、平松がまた中でボールを、抑えながら、長倉がまた最終的には決めたっていう感じですね。長倉も聞いたところによると、前節のホームの、何、甲府戦以来ということで、まあ、なんか甲府と応援があるのかなと思いながら見てました。はい。まあ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 、その中でクッシーのファインセーブもあったり、まあ、守備陣もスクランブル状態ながら0点に抑えたってところは、良かったところかなと思います。はい。まあ、ゴール1対1は、まあ、その試合内容かなって感じです。まあ、甲府も本当にボール握ってて、チャンスもゴールに迫るシーンもあったけどって感じでしたね。はい。先制中押し、ダメ押しっていうのかな。はい。もう得点時間も良くて、こっちとしては、まあ、大満足の試合結果になりました。はい。まあ、その中でクッシーの、まあ、シュートセーブ数とかね。はい。まあ、6本、まあ、フリーキックをいい子、なかなか止めづらいであろうフリーキックも止めたりしてくれて、まあ、光ってたかなって感じで、くしびきたなって感じです。はい。で、リオのヒートマップ、なんて出したんだっけ、これ。あ、ボールタッチの数が少ないって話かな。うん、青のところはボールタッチの数ところだったりするんですけど、まあ、ちょっとその辺がもったいないかなって感じです。はい。まあ、渾身的に動いてくれてるのはいいけど、もうちょっとボールに関われるような動きをすればもっと良くなったりするんじゃないかなって感じです。まあ、前線で孤立っていうか、まあ、いる選手なので、まあ、ちょっとその辺は仕方ないところもあるんでしょうけどって感じです。はい。総括、まあ、得点時間も守備も文句のない試合、相手の事情もあるでしょうけど、それでも油断なく複数得点連勝できたことは自信にしてほしく、まあ、プレーオフ圏内も見えてるところまで来たので、まあ、そこは自信持って行ってやってほしいかなと思います。はい。まあ、主力が欠けたりもあるでしょうけど、しっかりやりくりして勝ち点を重ねていってほしいっていうか、重ねていけてるのはいいと思います。はい。本当にまあ、守備の要とかの畑さんも今はいないですけど、まあ、その中で代わりの選手がしっかり働いて、まあ、大崩れすることもなく、まあ、その中で得点がまた、複数得点が増えてきた中で連勝できたというところは、本当にいいところかなと思います。はい。まあ、そんな感じかな。はい。
まあ、豊富に似たてできたのは去年とかから考えるとなかなか嬉しいもんで、はい。うん。まあ、豊富もね、本当に言ってるけど、相手の事情っていうか、まあ、天皇杯で、勝ち松120分戦ったってあともありますでしょうけど、まあ、勝ちは勝ちなんで、まあ、それは、いい感じにしてほしいかなと思います。まあ、落ち着さんのでも言うように、まあ、勝ちでも引き分けでも負けでも、休んで飯食ってまた、気に入ってほしいですね。はい。ということで、おつらいし、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃのーん。